ジャニーズの手越しっていう人に関しては、まあ、2つのコースがあるって聞いたことある。うち何回かあるよ。その手越さんの立場でもなく誰の立場でもない。で、手越さんの立場や誰かの立場の時も聞いたことある。どっちかやるべきになる。それと提示したからね。手越さんに関してはそうなんだって。そもそも最初手越さんにあったのかなっていうギャグをいつも言ってるでしょ。かなり心の中心のことで、ね、そこがひどい状態で。けど、この話、ちゃんとしたらすっきりするもんね。ただ、そういう人、タイプの人が何人かいるのは、その救済措置として、手越さんの場合は2つの、1から1つやれば。それやる。だから、それ等しいのよ。そういう特別救済措置。に与えられてて、手越さんもその人、人しっぽいじゃん。で、あと何人か、あの僕も取ったか、僕もじゃなくて、あれ出てきた人もいる。これでも一人、僕も座っていつも一人、ないし、なる人はもちろん一人。ああいう人つける人。で、三木谷さんは一人。で、孫、ほら、孫正義さんも一人。で、まあ、その、強しと人しって言ってるけど、結局、強しも明日香、妹明日香出身。だから、まあ、加藤系の人。お辻にはなかなか入れなくて、松尾系入れ入れてる。で、要するに、人しと明日香のものがあったら、人しと強しのものがあったら、まあ、強しの方がいて、最近は人しの方がいい。今、まあ、要するに人しと明日香はうちの子供や。今回は、その、戸籍名字、ひとし。ひとしとあすかの子供。相手はね、いろんなパターンがある。だから、あすかの方が強しになったり、ひとしの方が、まあ、ひろしになったりするかな、結構。何をあの二人がしてるかって、まあ、うちの親族。だから、その日本三十人の手越しって名字のくせに、その日本人に対して植民地ごっこすることを辞さないのは人質遺伝情報のせい。芸能人になったらもう民族を超えてる。そんな歌もあるでしょうね。民族を超えた歌。だから民族を超えた支配者なんだって急に来るの。あれ？そんな歌歌ってる？うん、歌では巧みにそういうところを隠すわけかね。関白宣言はそんな人たちに対するパロディーソングです。だってあの人ね、亭主関白じゃないもの。どうやったらいいのかな。亭主関白の人に対するパロディーソングやし、全部あのシニカルの歌、サムリカの歌、ほとんどそれからシニカルの歌。有名なそのコスモスすら、なんか皮肉臭いでしょ、あれ。ね。だから、さだまさしさんみたいなのは、まあ、ひとしの一種で、だいぶ成長したひとしはさだまさしさん級の歌詞は書く。ね。歌は、あのうちが、光の玉を提供しないと、あんた声男性は出ないよ。当たり前けど。男性で高い声がいたみんなつに付けるんだったらたくさん持ってる。不正やん。うん。不正でしょうね。お気に入りにはそんなことしちゃった時期があるかも。でも、そうそう、返してもらわなきゃね。うちもさすがにちょっとあかんかったな思ったりする。みんなそれ不正やろって言ったもんやろか。そうそう、返してもらわなきゃと思います。確かに光の玉なくなったらまた皆さん元に行くかねかもしれないな。でもそれでも成功したんですかね。光の玉たくさん持ってたら成功します。もう持ちすぎたらもう逆効果ですけどね。みんなの餌食になるから、うちに代わって標的になっちゃう。で、天皇家とかたくさん持ってたから、うちに代わって標的になっちゃう。で、天皇になっちゃった。なんかなっちゃったよと。ね。天皇家になっちゃったには、うちの光の玉をたくさん集めすぎて、みんなが標的になって、もう上に逃げるしかないでしょ。ほんで、天皇なのに。宗教会社とかもそう。教皇とかもそうよ。持ちすぎたら、上に逃げるしかなくなる。それをバビロンって思う。バビロンの塔か。バビロンの塔って思う。人仕様のことね。人仕様はどっちかって、そのバビロンの塔を、ボッカーンと破壊するやつ。それがうちの二人の息子。うちは陽子じゃないけど、
最初期のうちヨークやったけど、ヨークって名前も取られちゃって。ね。で、こっちがほんまのヨークやねんけど、みんなヨークって言ったのにね、取っちゃったからしゃあないな。で、うちがヨークって言ったらしっくりくる人多いでしょ。あ、ほんまや、お前、ヨーコキャラ。ね、ヨーコキャラでしょ、うち。じゃあ、ヨーコレルト。ほんまお前のことちゃうかねって。お母さんの平家の、おつりヨーコ先生じゃなくて。さあ、あの人もヨーコキャラ。というか、ヨーコって全員ヨーコキャラ。元締めヨーコヨーコ的な皮肉あるよね。ごめんね、ヨーコで。本当のヨーコの物語で書き始めとったけど、どこ行ったんかな、あれ。実は岡川ヨーコは本当のヨーコではなくて、本当のヨーコの物語を今から書こうとかで。タッチまでじゃそこまで書いたとこが、どっかにあるわ。実家にあったら怖いね。なんか神宮工房とかもヨーコセットってあるけど、あれそっちの話言っちゃった。だから、まあかんよね。だから、阿部昭恵さんとかもヨーコ、姉と思ったらヨーコやね。で、うちが阿部夫婦と知り合った時はさ、阿部夫婦の間の娘だったんだよ。その時はうち、アキコやね。うちがアキコやね。阿部昭恵さんヨーコやからな。ヨーコキャラやろ。あ、じゃあうちアキコキャラやんかな。アキコっぽく見えるよ。この、こういうのに書けるんだったら、アキコやね、絶対。なんか、深いところでなんか、深いところで、メガネ腰診断とかするの。どのメガネは、ヨーコで、どのメガネはアキコ。眉毛との角度によって判断とかな。しょうもないメガネ、こぱれた。な、アキコの場合とか、なんか、いやらしいもんが書くやろ。もうわかんない、あんな、うち笑っちゃうけどな。でも、実際にそんな人生になったら悲惨やで、あんたらももちゃんになるってことは。漫画やったら笑えるけどね。ほんまやで。